それ写真じゃないよね。あ、オッケーです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 。あ、オッケー、オッケー、よっしゃ。オッケーです、オッケーです。何がオッケーなんだよ。マジ何がオッケーなんだよ。なんもオッケーじゃないですね。本当だよ。さ、これさ、あ、ついて。仕事してるじゃん。これ、これ仕事？仕事っす。ちょ、よくわかんないんだけどさ、なんか昨日ミーティング行ったらさ、なんか こやつがさ、なんか下下がってるとか言って言っとるんでさ、これ俺がやった仕事じゃないんだよね、これね。これね、なんかこれ作ってあるやつね、これ。いくら買ったのか。5000っす。何も買わないんだ。ほんでさ、ね、わかる？下がっとってさ、俺さ、今ネジ打ち替えてさ、で、ちょっとなんかやっと、いや、もうちょっと、もうちょっと冷やっす、みたいな。ちょ、俺、走りじゃね？ちょ、俺、走りじゃね？すいません。お願いします。時間もう閉店ガラガラだよ、もう閉店ガラガラだよ、ほんとに。まあこれさ、あの俺余計なこと言っちゃうけど、ネタだから。ネタだから、ほんとにネタだから、ネタだからさ、あの言うて別に僕別に好きでやってます。だからといってあの皆さん、あのこれやってください、やってくださいっつって仕事中来ないように、はいはい、水原君もそれなりにちゃんとこうお金払ってくれているんで、あの別にできることなんで、あのお客さんなんで、一応お客さんなんでね、そこは来んだよ絶対。おいおいということで、別に走りでも何でもなければ、ただいや、やっぱ走りだよこれ。パシですか？いや、わかんねえ。だって、さっき脅されたもん、俺。はい、やれよ。はい、やれよ。いや、なんでやらんの？下打ち多分、17回ぐらいしたんだから。してないっす。これで水原くんがどういう人かが分かってる。ということでね、まあ、とりあえずやろっか。つまんでね、終わらんで。はい、お願いします。はい、バイバイ。